はい、皆さんこんにちは、かっちゃんです。はい、ということで、と最近美味しくてハマってるものがありましてですね、スガキヤ、台湾まぜそば。スガキヤはね、結構名古屋で有名なラーメン屋さんなんですけど、こんな感じで大きい袋に、このちっちゃいのがね、5個入ってるんですけど、結構ピリッとして辛いんですけど、めっちゃ美味しくてハマってるので、まあ今日ちょっとね、自宅ちょっと誰もいないので、という感じで、ちょっとアレンと二人なので、この混ぜそばを使って、ホットプレートで台湾焼き混ぜそばをしていきたいと思います。作り方はこんな感じで書いてあります。はい、じゃあまず麺を茹でましょう。うぃー。沸騰したたっぷりのお湯に麺を入れ4分間茹でます。はい、じゃあ4分経ちました。麺は結構太めでね、コシのある感じの麺になってます。はい、ではここからは具材を作っていきたいと思います。今回ちょっとこの我が家の年季の入ったホットプレートで、今日はお一人なのでやっていきたいと思います。油、ひき肉、油を軽くひき、ひき肉を炒めていきます。水 50cc。粉末スープ。粉末スープを加えて約1分炒めます。ちょっと味見をね。おいしい。炒めたひき肉だけ別皿によけて、先ほどの麺を加えて軽く炒めます。はい、じゃあ今こんな感じで焦げつかない程度に軽く炒まったので、ニラ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 、適当に切ったニラ、青ネギ、青ネギもドーン、海苔、先ほど炒めたひき肉、ちょっと真ん中にくぼみをつけておきまして、卵黄、はい、ではこちらでホットプレートで台湾まぜそばの完成です。はい、じゃあ今こんな感じでできました。火を入れながらちょっと混ぜていこうかなと思います。感動の一瞬を。この卵のとこだけね、食べたいですよね。おい、卵のとこ、いただきます。こうちっちゃい子はね、ちょっと食べれないかなくらい、ちょっとピリッとした感じの味になってます。でね、麺が名古屋の味噌煮込みうどんみたいな感じの麺で、食べたことあるかな、スガキヤのやつなんですけど、すごいコシがあって美味しいです。うわ、こんな感じでちょっと混ぜて、こんな感じでこう混ぜ合わせて炒めつつ食べていこうと思います。で、今日ホットプレートでやった理由は、追い飯。ご飯を入れまして、台湾まぜそば飯の完成です。じゃあよー。やっぱひき肉とこう海苔も入ってるんで、ご飯、こう締めにね、美味しいと思います。まあ、あれだね、なんか石焼きビビンバみたいな感じだよね。ということで、ほんとこの台湾まぜそばすごい美味しくて、締めまであったかく美味しく食べれる美味しい台湾まぜそばでした。ごちそうさまでした。はい、ということで今日はホットプレートで、スガキヤ台湾まぜそばで焼きホットプレートまぜそばの紹介でした。これ自体普通に食べてもめちゃめちゃ美味しいです。なんかホットプレートでやったら美味しいかなと思ってやってみたら結構美味しかったので、気になる人いたらぜひ買ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。シャバダバイ、スガキヤ台湾まぜそば。あれには刺激が強いので揚げられませんね。